はい、どうも皆さんこんにちは、なつきです。今回もリスナーさんの音符ブロック島遊びに行ってきたので、皆さんに紹介していきたいと思います。皆さんいつもクリエイターサポートありがとうございます。よかったらアイテムショップから NATSUKI クリエイターサポートよろしくお願いします。他にもね、僕も音符ブロック作っています。過去作品のまとめこちらですね。よかったら遊びに行って、こちらの遊びに行った時にもクリエイターサポートできるんで、よかったらよろしくお願いします。はい、ということで、まだまだ作品募集していますので、ぜひ概要欄に貼ってある応募用の動画を見て、該当する方は、僕のツイッターの方に、応募作品送ってください。皆さんの応募をお待ちしております。で、今回ね、今回に限らずいつも紹介している子たちは、フォロワー数が足りなくて島が発行できなかったりする子たちが多いので、よかったら、ツイッターのリンクと YouTube のリンク、貼っておくので、気になった人はぜひフォローとかね、確認してあげてください。それではどうぞ。はい、ということで、まず最初はあげぱんくんの島にやってきました。よし、じゃあ行きましょう。演奏しに行きましょう。こっちかな。目に見えるものが真実とは限らない。これは曲のヒントか何か。何が本当で何が嘘か、なんだろう、何の曲だろう。わかんないな、みんなわかるかな。コンフィデンスマンの世界へようこそ。なんだ。よし、じゃあこっからスタートかな。じゃあ早速演奏していきたいと思います。行きましょう。すごい、ノーダウトだ。ってかめちゃくちゃこのさ、5マス分の音風呂使ってしっかりよく鳴らしたね。今ね、音風呂って結構ね、鳴りにくい状態にアップデートになっちゃったんだよね。でもこの数使ってるのにしっかりと音が鳴ってるのね、バランスをうまくとってね、作ったんだろうね。いやー、揚げパンくんすごかった。ノーダウトね、めちゃくちゃいい曲だよね。ありがとうございました。じゃあ次の人のところに行きたいと思います。はい、ということで次はシカくんの島にやってきました。はい、ということですね、シカくんはキングヌーのメドレー5曲を作ってくれたみたいなんで、早速演奏していきたいと思います。それでは行きましょう。
なんかやっぱメドレーはいいね。なんかその短いのでたくさん聴けるっていうのはすごいなんか聴いてて楽しいな。白日とかめちゃくちゃ良かった。でなんかもう一つ四角ね、あのキングヌーの曲を作ったみたいなんで、その島に移動しましょう。はい、ということでもう一つの島にやってきました。お、キングヌーのティーンネイジャーフォーエバー、これで読み方合ってるかな。これ好きかも俺。なんかあれだよね、めっちゃ走るやつだよね。じゃあ僕たちも走って演奏しに行きましょう。よし、じゃあ行きましょう。この曲好きなんだよね。このそう走ってる感じの、なんかめっちゃノリノリになれない、この曲聴いてると。うん、いやー、シカくんヒゲダン6曲かな全部で。ありがとう、めちゃくちゃ楽しかったです。はい、ということで最後はアラちゃんの島にやってきました。もうね見えてますね、デイブレイクフロントライン。この曲めっちゃかっこいいよね。じゃあ演奏していきたいと思います。
めっちゃかっこいい。っていうかなんかその世界観がすごい新鮮だね。こういう演奏する人あんまり僕見たことないんで。あとね、途中のグリッサンドがめちゃくちゃ良かった。あのグリッサンドっていうのはピアノで鍵盤をジャラーンってやる伝わるかな、うん、ってやつなんですけど、まあ、それが途中途中入っててね、すごい良かったなって思いました。世界観も結構好き。ちゃんとねトラックっていうデイブレイクフロントラインのねとこ再現してるなっていうのがよく伝わりました。あらちゃんありがとう。はい、ということで皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。今回はヒゲダンの、ノーダウトと、キングヌーのメドレー6曲そしてデイブレイクフロントラインでしたね。はい、いやーみんなすごかったということでね、皆さんぜひコメント高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。